1本の両側に男の子のタグと女の子のタグがついてます。女の子の方のものは独立してます。ところが男の子のタグを引っ張ると女の子の方が上がってしまいます。ただし男の子のタグも独立してます。反対側を引っ張ると反対側が上がります。男の子を引っ張ると女の子が上がります。日本の言い伝えで恋人同士は赤い糸でつながっていると言われています。しかし誰もそんな赤い糸を見た人はいません。この真ん中の筒をずらすと途中が透明になってます。途中が透明な状態で女の子を引っ張ると男の子が上がり、男の子を引っ張ると女の子が上がります。見えない赤い糸でつながってます。最後、すべての道具をばらして調べてもらうことができます。コネクションには、ビッグサイズもあります。現象は同じです。男の子の方の引っ張ると女の子が上がって、女の子の方を引っ張ると男の子が上がります。同じく中央部分が、透明になっています。そして透明なままで両方がつながっていることを見せることができます。結婚式の時などで演じるのが、適していると思います。このビッグサイズの方は、最後バラバラにして見せることはできません。